はい、今ねどこに行くかっていうとフランスのパリにいます。パリの北駅ですね。北駅にいてこれからオペラ地区ですね、ヒグマっていうラーメン屋、日本食街があっていろんな日本食屋あるんですけど、ちょっと久々に6年ぶりですけど行きたいと思ってます。前回来た時からまあ久々ですけどね、ヒグマ毎回利用してる西ニセのね、まあ、他にもまあ今日は1店舗だけにしようと思ってるんですけど、まあどんな感じになってるか、コロナで結構潰れたとも聞きますけど、今からちょっと行っていきたいと思います。これから 2.4 キロで33分ほどですけどね、歩いて途中まで歩いていきます。北駅から 2.4 キロ、黒人の人が結構溜まってますね。であ、こっちか、こっちか、歩いてこっちがす、なかなか変わらないか。ちょっと行これがなんかあれだな、マンションか。そうね、これ不動産屋さんだ。で、これを
で日本車も結構走ってますね。で MG か、中国の車今初めて見ましたね。ごくごくこの国でもなんか走ってます。でこの道をしばらく 1.1 キロ進んで感じですね。通りの名前がラファイエット通りかな。テラスのレストランかあんな感じありますね。日本人で、これメトロの駅か、7号線ポイゾニエル。
落書き結構ありますね。で、これ公園か、うん、結構危ないね。あ、こいつ使用的にあれか、北駅からちょっと離れてきて、まあ、ちょっと危ない雰囲気まだある。夜とかあんまり人がいなさそうな感じで、時間だとちょっと危ない感じだったな。これが公園ですね。で、まだオペラまではまだ歩いてます。600名結構進んできたな。全然歩ける範囲でした。ちょっと街の雰囲気を感じ取りたいと思って歩いて、まあ GoPro で撮影したいのもあって、ね、歩いてますけどね。で、そういうテラスのところがね、ありますね。ハッピーアワー。こういうところでちょっと食べるのもいいですね、お茶したくて。であれ出ましたマップ山か、日本食屋。まだオペラ地区まだ離れてますけど、松山メトロポリタン。
あともうちょっとして左に曲がっていく感じです。これを あ、これなんか夜市とか。宮城を宮城京都日課のウイスキーを売られてるんじゃん。すごいね。でカメラ屋さんね、ニコンが古いやつを売ってる。でもなんか割と近い距離ですね。どうだろう、曲がっていくところかな。ここか。ここから曲がっていくのかな。もう一個行こうか。よいしょ。テラス席、まだこの時期だと、まあ、ものすごく寒くないからいいかな。秋ですから。こういうところで食べるのもいいですね。新料理を食べて。だから、ラスエクス。で、これを。ちょっと日が出てきて時間がちょっと暖かくなってきた。さっき寒かったんですよ。
でこれまっすぐ行ったとこですね。もう近いですね、オペラ地区は。オペラの、その日本商会は外れにあったりするのも結構あると思います。でも本当この辺りで、あとちょっとかな。ヒグマまでがもう、あと 800m。 もうそこから先がもう、その日本食材が久々です。6年ぶり。
もうこの辺りが、その辺りも奥の地区ですね、到着しました。